ハロー皆さん、どうも、プロ野球スピリッツ4小坂誠レジェンド物語やっていきたいと思います。よろしくお願いします。とじゃあね、早速やっていきましょう。打率は、1試合終えたのみなんですが6割なので、新岡からショートのポジションを奪い取りたいなんてことができたら最高なんですが、どうでしょうかね。いきましょう。とりあえずね、この守備はね、もう毎回のように、操作する設定にしてます。自分のな守備機会の時だけっていうのはできないので、プロスピは守備がしたいのであれば、そのクイックプレーとか、そういうのしかない。クイックプレー、もしくは全くプレーしない、もしくはもう全球ね見るっていう、打者ごとにそのうちのクイックプレーってやつですね。さあ、新岡も打率が、おっと、コサッチが誰かと話しろよ。工藤か。お、パウエルやん、先発。うちね。似てるね、工藤。さあ、今シーズン、5打数3安打の絶好調、小坂。なんかやたら老けて見えるな。これはボール、ちょっとみんな待って、セレクトで、あ、なるほどね。ちょっとボタン操作確認していこう、久しぶりやから。あ、なるほど、カメラはこれでいいや。いや、今の打ってよかったな。なるほど、ボールやね。お、ストライクな、マジか。ちょ、丸ボタンに変えるか。うわ、これはしょぼいか。ガッツ、サンキューガッツ。ということで、ベイスターズの攻撃、パウエル来ちゃう。そんな似てないっすね。いや、西めっちゃ似てるよね。マジでさありすぎよな、昔からプロスピー。こんな似てますか。ナイス、レジュリー。古きの誤字事件を思い出すな。これは、はい、まあ、いやー、打っとるな。後にね、読み売りに入ることにもなる金城さんですか。これボタンあべこべになってるよな、この視点って。ナイス、完璧でしたね。いや、もう誰、今のバター見た、みんな。え、もう金城じゃない誰か、名字だけ金城の別の選手出てきたけど今。え、嘘やろ。はい、ナイス。そうか、これでいいのか。だから小坂活躍して読売負けるのがいっちゃえって言うだよ。これでいいんすよ。ベイスターズは何としても勝ってくれ。このモードアレンジチーム使えへんから。そんな仕様だったっけ、全然覚えてない。男村田でも顔は乙女、かわいい。これ誰誰誰誰誰、これすんちゃんか。ナイス、
小坂とお前な、寸欲の一二遊間ロッテかよ。なんか遠目から見たら工藤ちゃうみたいやな。なんか全然別の選手やん。これもまたここら辺はちょっと手抜いてるな。やっぱ昔はタッパーあるし、なんかめっちゃ細いし、うわマジか。それが正面ついちゃう。1試合目運良すぎたもんな。出た。なんか無駄に可愛い吉村出てきたなんか可愛いんよなこの吉村。近くでやな。オッケーオッケーオッケー。ちょ、ここいらで一応なんか守備の方もあれやな。ボタン操作確認しとこうか。特にないね。オッケーオッケーオッケー。あ、なるほど、 R2 でズームか。はいはい、そうだったな。そうだそうだ、そうだ。プロスピってそんな仕様だった。この視点ほんまあんまやらんからわからん。そしてパウエルがまたも打たれる。花火合戦、花火大会ですね。ベンチ豪華。いや名前だけ見たらすごいよね。やっぱ横浜のメンツもやばいやろこれ。全員全盛期だったらどんな感じなんねんやろっていうね。覚醒前か内川もこれな。おー似てますね。相川、こいや、とりあえずゲッツーネロテコか。これもフライト。新岡の配送キャッチ。お前マジかよ。それは小坂でやりたいんや。ナイス。オケナイス。また二塁行ってたわ。あぶねえ。癖でなんかな、セカンドベースに進んでまうねんな。オッケー。西ほんまにやばい。顔似すぎてて怖い、このレベル。2007年やぞ。いや、プロスピすごいな、そう考えて。モーションに関してはね、昔の方が気合入ってたっていう意見もあるんじゃないでしょうかね。うん、はい。ワッツエレムキー、オッケー、守備で見せてく。スローイングが早い。あ、おー、守備機会はほぼないんですが、なんとかね。バケモンやん吉村な、すげえわ。2試合連続。おっとマイクにちょっとコントローラーがぶち当たった。いやこれは未来託されたしな、大砲ですわ若手。間違いない。これとそれといった当たりが出ました。
マジ今のボール、これはオッケー、よっしゃ、オッケーオッケーオッケー、きた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 、びっくりした、急に飛んできた、鼻高え、4球かな、うん、4球、あ、三振か、カウント見てなかったわ。おー、パウエルいいな、もう読売ベンチ見た今、シーンしてたで全員だんまり決め込んでたけど、ボール、はぁ、それなんで入ってんねん、おかしいやろ、全部キワやん、キワキワ、工藤やばすぎだろ、機械かお前、あー打つしかないんですよねこういうの、うわーマジか、追い込まれた時はマジで俺ねやばいからな、パウエルなんかいいピッチングしてないけど、三振は奪ってますね、いやお前帰ろよどっちも打たれすぎだろ両投手、はい、いや三振はほんま無駄に奪っとるね、おっす、はい、守備、くそマジか、エラーしてほしいな、によか。お前が打たんことによって、小坂がショートに回る可能性も出てくる。いや、まだ生かすか。あー、マジか。くっそー。小坂ゾーン発動ならず、マジで、今の。ちょっと初動、確かにミスったなと思ったんよ。さあ、いや完璧やな今の、いいゆるい球で、いつまでこれ引っ張るんだろう、おお終わった、脇屋出てきた、送りバントのサイン、いやしねえよ、サイン出てても俺はやらんからな、バント、いやバントの指示出てる、いやしてんぞ俺は、無視、華麗にする、うん、あーくっそマジか、いいとこ、やばい見えんかった今軌道が、全く、ふー、はい、これはなんとなんと、ゲッツー、全くいいとこないんやけど、この試合。俺の代名詞ゲッツーが出てしまったということで、もうこの試合は終わりということでよろしいでしょうか。おい、粘らんでええぞ。
二岡マジか。いやこいつ守備やばすぎ。二岡が守備で覚醒してる。うわマジかよ。くっそお前イエープレーすなよ。小坂が全くダメな日に限って。ガニまたおじさんこっちに飛ばして、うわほんで小坂はこれ取れない。これを取れへんのか。今の初動ちょっと遅かったな。くっそ西ひでえ。俺の好きな選手ひどいな。全然打てへん。さあツノアウト、ツノアウト。もう打ちすぎだろう。サードいってるし。皆さん想像してみてください。ツーアウト満塁この局面、男村田、いや村田が男になるかどうか、なりません。これは乙女です、はい、空気読めよ村田お前、打てよ。矢野の引退試合で打たんええから、こういう時打てお前。ホリンズ凡退して俺か。さあちょっと全くここまでいいことない。絶好調、しかし防御率は27点のホセロが出てきた。懐かしいな。これはもう内ごろの P やな。おうす、どのピッチャーもさ、こんなお前隅のとこ四隅決めてくるか、おいしっかりお前、おかしいだろこのゲーム。やべえ、こういうとこだけは昔からきっちりしそうなプロスピは。あー追い込まれたらだからダメなんやって。わしはうーん勝ってんねんな。一番バッターが何の仕事もしてないのに。おお、あ、割と似てるね、ガッツって。いや、林フォームかっこええな。まあ、でも、ね、出てきてね、しょっぱなな、4球。四球砲、お前何のために四球出すために出てきたんか。野間口出てきたわ。顎は何としてでもゲッツゲッツ。ノーアック見せた。うーん全然やったわ。うわーい、リアル巨人かよお前。しかも横浜ハマスタの西村だか、なあとんでもない暴投した前科があるので、ここでもそれを見せてくれると。嘘でしょ。さあこれはこれは誰が取る。取れない。ちゃんてそれっぽい。
うん、ほんまそれっぽいちゃんてやね。いやー横浜打線やっぱえぐいよな普通に。いやもう種田仕留めてくれここで。おお嘘だろお前。西からさんからさんからさん。ああ、これはもうアウト。さあラストイニング、いや次から次へと好調なバッターがようなあ出てきますわこれ。どこどこどこ、オッケー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 、正面だったな今。うん、枠が見えんかったわカーソルが。怖え。いや小池とかこういうとこでホームラン打ちそう。おお素晴らしい。いや吉村が打ちそうなんよな、みんな見といて吉村ホームラン打つよ。なんじゃそれ。いやー、小坂一切活躍せずに読売が勝ってしまうというね。うん、1試合目。いやー、ちょっとこれは2試合目は嫌な感じだったなー。くっそー、飯まず。いや、原絶対激おこぷんぷん丸やろな。小坂だけハイタッチしてない説あるんじゃ。おった今、小坂。列の中に。くっそ、ゲッツーも打ってな、守備でもなんか追いつけるような打球。まあエラーしないだけマシか。いや、ホームラン出まくり。ああ。いや、さあ、今回は選手評価ひでえ。まあ、林と同じ。こう見てくれよ。誰がこの選手一番バッターで、しかも粘るわけでもなくな。早打ちやし。厳しいね、2試合目は。まあまあまあ、切り替えていこう。打率はしかも3割まで一気に下がってしまった。亀井さん、仲間。1、2番がひどすぎる。絶対これ2ちゃんとかまとめサイトが当時、ってかまとめサイトとかな、当時、今みたいに盛り上がってたらフルボッコだろうな。まあ、2ちゃんではもう当然のことながら。これはひどいわ。1、2番が。そしてこの腹の系統もやばすぎる。0回、0回、0回、0回。あ、罰ボタンか。当時は。うわー。うわ、最悪。うわ、こんなん選手として終わってること言われたんやん。マジか、厳しすぎだろ。ロッテ帰りてー。打撃の熱い信頼、嫌味だろ、こんなんな。皮肉ですか。ミッションでもなんでもねえわ。今の俺には嫌がらせとしか思え。あー、どこまでもね、こうやって打撃打撃、うるさい、じゃがましょん。はい。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。また次回の動画で皆さんお会いいたしましょう。またね、バイバイ。